こんにちは。つーちゃんでございます。ご無沙汰、いたしております。今日はね、ちょっと久々にツーリング来てます。あれ、こんにちは、つーちゃんでございます。お久しぶりでございます。ということで、今日はですね、ちょっと桜、ぼちぼちね、桜が、開花したということなんでね、今日はちょっと菊間の方へね、出かけております。久々にね、今日は風がちょっと昨日と比べてまあ暖かいというか、まあそれでもやっぱり冷やっこいかな。そんな感じで、まあ四国でもね、ぼちぼち桜咲き出してるんですけど、まあ今日行くのはね、江戸彼岸という感じで、ちょっと種類がね違います。まあ種類違うけど、まあ大して変わらんのかな、どうなんかな。まあちょっと道路の方はね、広域濃度、あんまり車が多くないね道を選んで走っています。そんな感じで大丈夫かな。それよりね、まあ道が合ってるかどうかというのもね、もうあやふやなんでございまして、今ね、桜は咲き始めなんですけど、まあ何あれ、いろいろね、花の名前がわからんというか、まあ木蓮がぼちぼち終わりかけ、まあ終わりかけだったり前世だったり、そんな感じですかね。白と下蓮と、まあ2種類ね。それと何回ね、拳がぼちぼち終わりかけって感じですかね。このループはなんじゃ、やたらすごいぞ。それと河津桜、あれが河津桜かな、あのピンクのね、もこもこしたのが。そんな感じでございます。